県内最年少、9歳にしてある資格を取得した少年がいます。その経緯や思いを取材しました。4年生の時に社会の教科書をざらーって見てたら、防災に関するページがあって、こんな救助の仕方もあるっていうか、こんなでもしないと助けれないんだなって思いました。その探求心から少年は勉強を重ね、和田純で10歳です。防災士の資格を持っています。防災に対する知識や技能を持つ人に与えられる防災士。災害からの被害を最小限にとどめ、地域の防災力を高める活動などが期待されます。資格を取得しているのは、先月末現在、全国で29万人余り。このうち10歳未満で取得したのは16人。淳さんは去年、9歳で資格を取得。これは県内最年少の記録です。1日30分から1時間、1ヶ月ほど勉強しました。授業中に真剣な表情をしていた淳さんですが、休み時間は小学生らしい一面を覗かせます。遊ぶときは面白いし、なんか勉強してるときは真面目で、クラスの中で誇りある友達だと思います。社会の教科書で防災に興味を持った淳さん、防災士の資格を取得しようと決意したのが、淳さんが生まれるおよそ3年前、2011年3月に発生した東日本大震災です。東日本大震災の時とかの映像を見て、すごい続々と家とか車が流されていって、すごい衝撃的でした。災害の悲惨さを目の当たりにした淳さんは、母真子さんに質問攻め。台風の時何備えるのとか、どこに避難するのとか。その時答えれなくて、その時に隣のうちの方が防災士だったので、防災士っていう存在があるんだっていう認識があったので、じゃあ目指してみようかみたいな二人でなりました。振り仮名とか振ってあんのか。振るわけないじゃん。ないのか。なんでこんな感じもあるし、言葉の意味もあるしさ、やっぱりそういうのを理解しないと合格できないじゃん。だからそういう意味では大したもんだな。10歳の防災士の姿はこの日、町会の防災訓練にありました。やはり体育館っていう大きい。もしかして和田くんになるために今日は来たの？淳さんの存在が防災意識のきっかけに。和田くん、胸骨圧迫できる？お願いします。はい、どうぞ。3、4、5、6、7、8。そのまま続けて。時にはお手本になりながら、地域の人たちと力を合わせて日々災害への対応力を高めています。一人前の防災士として町会も助けてもらってます。とても心強いですね。こんに
ことあるごとにこうやって災害のこういう防災訓練に参加されてて、でまあ積極的にこうこうこうやるんだとかいろいろ自分らに指導してくれる、そういう存在だと思います。将来はもっとみんなになんか災害の危険性とかを伝えれるように頑張りたいです。被災した人たちが苦しんでる姿っていうか、実際に見たわけではないけど、それ YouTube の動画で見て、そういう人たちがいなくなる、災害起こってもそうじゃなくてもっと楽に暮らせるようになるっていうか、楽に暮らせるように防災したいなって思いました。大人に勝って活躍している小学5年生の防災士の姿は頼もしかったですね。そうですね。そもそもその小学生で取れるんだっていうところも知りませんでしたし、はい、それこそ問題の内容を理解するところでまず小学生大変だと思うんですけれども、はい、立派ですよね。そうですよね。また子どもがこうやった防災の訓練の場に参加することで、これからこう避難するときに子どもの視点も入ってきそうですよね。そうですよね、まあ、大人では見えなかったりする部分とか、逆にその場に和田くんしかいないという状況もあると思いますので、この和田くんがしっかり取れたということは大きいことだと思いますし、より一層この防災士っていう資格へのハードルが下がっていくことが望ましいのかなというふうに感じました。以上、特集でお伝えしました。